はいどうも、福袋大好きイラストレーターの沼田武史です。はい、ってことですね、今回はヨドバシカメラでね購入した福袋をご紹介したいと思います。今回ですね、ヨドバシカメラもビッグカメラも福袋の店頭販売はないということをね、歌っておりましたので、通販でね購入いたしました。で、ね、まあGoPro の福袋、僕これ当たったわけじゃないんですよね、抽選で。あの9時半とかなのかな、まあ、10時よりは前にもうね、あの夢のお年玉袋のね、普通に先着順で販売されてました。まあね、毎年実はね、朝方に通販ね、人気の福袋はどうか分かんないですけども、結構再販されます。されてます。だから知ってる人はまあそっちで、まあまあ今回も買えるんじゃないかって貼ってた人いると思うんですけどね。僕ちょっと勘違いしてて、検索で、福袋で検索しても出ないんですよ。夢のお年玉箱っていう風に、まあ正式名称で検索しないと、このね、福袋出てこないんですよ。くせ者ですよね。福袋っていう、ね、僕ら言っちゃいがちなんですけれども、夢のお年玉箱で検索しないと出てこないっていうのね、がミソですね。僕もね、ちょっと忘れちゃってて、あれと思ってたら、ツイッターでね、なんか買ってる人いるなっていうのをちょっと見かけて、あ、やべえやべえと思って、急いでバーっと見て、どうしようかなと思って、在庫残暑になっちゃったから、と思って、ついつい買っちゃいましたね。実はビッグカメラも GoPro の福袋は売ってたんですけれども、どっちが良かったのか、まあ、後で言いますけれども、まあ、それを合わせて紹介したいと思います。はい。はい。じゃじゃーん。まずは、GoPro の、なんていうんですか、この、ケースですね。ケースですね。あとは、ショーティー。GoPro の、なんていう、三脚的な、なんか思ったよりちっちゃくて軽いなこれ。自撮り棒的にもなったりする。これちょっと欲しかったんですよね、この三脚、これ4、5000円すると思います。これ3000円ぐらいすると思います。でもこれで8000円ね、いいじゃない。ちょっとワクワクしてきたな。それと、メモリカード32ギガだけど、まあなんか一応7、8000円で売ってるみたいなんですけど、まあ2、3000円とかも1000円ぐらいで買える、アマゾンで買えないかな。さらに、なんだこれ、カメラレンズクリーナーです。速乾ウェット、なんかまあいいんじゃないですか。携帯ゲーム機にも使えるって書いてあって、500円とかすんのかな、300円とかで。 GoPro のステッカー、そして見てください。うわー嬉しい。GoPro 8ですよ。8ヒーローブラックね。Twitter とかでも28日ぐらいにネタバレしてくれてる人が結構いるんですよ。大体わかるんですよね中身。それから買いました。はい、っていうことでこんな感じです。ね、35,000円の10% ポイントだから、まあ、3500円でしょ。実質31500円なんですよね。はい。ということで、まあ、31500円で、まあ、5万程度のものを買えたんじゃないですかね。ちなみにビッグカメラの GoPro の福袋は、GoPro Hero 7だったんですよ。で、しかも3万後半ですよ。7、8000とかすんのかな。それぐらいしてたと思います。だから、ビッグカメラで当選して買った人はちょっとビッグカメラ目っていう感じのね。ビッグカメラはやっぱりね、時々クリティカルヒットは出すんですけど、やっぱヨドバシに分があるなっていう毎回思いますね。はい、ということで今回ね、ヨドバシカメラでね購入いたしましたよ。まあちょっと GoPro も6持ってるからいいかなと思ったんですけど、まあ、ついついちょっとね、買っちゃいましたね。ちょっとやっぱりね、手ブレとかもね、だいぶ良くなってるってね、7の時点でだいぶ良くなってるっていう風に言ってたんで、ちょっと試してみたいなっていうのがあって、今はまあ iPhone で撮ってますけども、まあもう一回ね、GoPro も触ってみたいなと思いまして、購入してみました。はい、ということで今回はヨドバシカメラのね、GoPro の福袋、GoPro の夢をご紹介いたしました。ありがとうございました。